すみませんでした。みなさん。うん。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとね、この裏にちょっと不気味な感じのスポットがあるということで。あ、聞いたことあるぞ。行ってみますかね。行ってみますか。はい。はい、毎月24日やってるんですね。水国毎月24日です、皆さん。うわ、なんかいっぱいあるっすね。おそらくこれが、うん、道しるべのように並んでるような、そうなんですね。こんな感じが続いてるんですね。そうですね。ここからあの、なんかもうこの先行ったら普通にもう山に通ずるっていう言うんですけど、まあこれが道しるべになって、もうなんか山に放出されるような感じですかね。水の流れのような感じで山の方に。とりあえずここはすごい、ものすごい数のあの水湖のあれがね、やっぱりサイズも、そうですね。今回ね、撮影したんですが、あの湯川さんはもともと厄除けとか水子の供養ってしてないところなんで、毎月23日ぐらいなんかイベントで30ぐらいからやってるらしいんで、水子供養のやりたいの、そうですね。なかなか来ることはないと思いますが、そうですね、皆さんもね、ちょっとあんまり来たくないところですね。はい、まあでも別に参拝 して、はい、その慰めじゃないですけど、はい、そういう感じで来る、来てもいいとは思うんですけどね。まあ、でもやっぱこっちの方が涼しいですね。はい、向こう札のとこはやっぱジメジメしてて、やっぱ雰囲気が全然違ったですね。はい、こっちはなんかいい感じでした。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。